はい、こんにちは、三浦弘樹です。今日はですね、1月の6日、今ですね、13時半ぐらいのですね、にこの動画を撮っておりますね。今ね、見ていただくとね、分かると思うんですけれども、今東京はですね、雪がこうね、今白くなってますけども、めちゃめちゃ雪がね、今降ってます。はい。で、実はね、明日ね、ゴルフなんですけれども、ちょっとこれだけですね、雪が降ると、まあね、ゴルフ場にね、雪、ゴルフ場ってこう芝生の上に雪が降るとですね、結構溶けないので、こう雪がすぐ積もってしまうんですね。なので、もしかしたらですね、明日はですね、ゴルフ場がですね、雪だとできないんですよね。ボールが、白いボールがですね、スポーンとですね、雪の中に入ってしまって、もう一切ですね、ゴルフね、雨の日はできるんですけれども、雪の日はね、できないということで、もしかしたらですね、明日ね、雪が降ってですね、今日積もって、ちょっとね、できないかなっていうのもちょっと考えております。はい。そんなですね、雑談はさておきですね、今日のテーマはですね、28の法則っていうね、お話をね、していきたいなというふうに思うんですけれども、常にですね、この28の法則、パレートの法則とも言うんですけれども、常にですね、この、上位ね、20% にね、入っていくと、成功をね、していきますということをですね、お話をしていきたいなというふうに思っております。で、このですね、動画をですね、ご覧になっている方はですね、もしかしたらですね、いろいろなですね、こうビジネススクールだったりとか、コミュニティとかね、参加、したことがあるとかね、今しているとかですね、もしくはですね、私が主催している、ウィナーズクラブのメンバーがね、今見てくださっているのかもしれませんけれども、そういったですね、コミュニティで、もう本当にですね、ずば抜けてですね、トップに行く方法っていうのがですね、実はあるんですね。で、自分のですね、私の実績を言うとですね、私は、企業当初、副業時代からですね、いろんなですね、コミュニティ入ってきましたけれども、結構ですね、ありとあらゆるですね、企業スクールで、本当にですね、トップの方にですね、行くような、ね、結果っていうのをね、出すことができました。で、そうすることによってどうなっているかというと、当然ですね、成果っていうのをね、上げることができるようになってですね、収入っていうのもどんどん増えていったんですけれども、じゃあどうやってですね、そういった、学びのですね、環境、コミュニティとかで、本当にですね、上位ね、1% とかですね、0.1% とかね、そういったですね、本当にトップクラスになですね、成果をね、上げることができるのかっていうところなんですけれども、これがですね、先ほどお伝えしました28の法則のですね、 20% に入り続けるっていう、そういったところをですね、意識をして、やっていくと、非常にそういったね、成果を出せるようになるということなんですね。はい。で、じゃあどういった話かというとですね、例えばですけれども、私のですね、ウィナーズクラブ、はですね、大体月に1回ですね、リアルのね、勉強会をですね、東京で開催してますけれども、そのですね、参加がですね、大体2割ぐらいなのかな、全体のね、参加する人っていうのは2割ぐらいなのかなっていうところなんですね。はい。で、じゃあですね、それを参加し続けるっていう、人たちはね、どうなっているのかっていうと、やっぱりこれもですね、2割ね、参加する人たちが2割っていう中で、また参加し続けるっていうのは、その2割の中の2割だったりとかするんですよね。はい。なので、こうやってですね、どんどんですね、こう2割の2割の2割の2割にですね、入っていくっていうことをですね、意識をね、していくことによって、どんどんですね、上位にね、生き残っていくことができるようになるということになりますので、常にですね、じゃあ自分自身がですね、何か行動をするとか選択をするっていう時には、そのですね、2割をですね、に入れるのかっていうですね、意識をね、もし例えばですけれども、ね、勉強会に参加をするっていうのは2割ね、で勉強会にね、の懇親会にね、参加をするっていうのは、ウィナーズの場合はね、2割よりももうちょっと多いですけれども、より2割ね、さらには2次会2割ね、1次会2割みたいな形ですね、どんどんですね、こう少なくなっていくんですね。そういった、より2割にね、入っていくっていうところをですね、意識していただければと思います。で、これね、よくね、ウィナーズとかでね、お話をするんですけれども、成功とはですね、
脱落ゲーム、ねっていうふうに、ね、言うんですけれども、やっぱりですね、今の時代っていうのは、まあ、起業とかすごくねしやすい、ね、時代になりましたね。 SNS は無料でね使えてね集客できます、まあ、こういった YouTube とかも無料でできますっていうふうにですね、もう本当ありとあらゆるですねツールがですね無料で使える、そんな時代になっているんですね。はい、でもやっぱり始める人が多くてもですね、結局じゃあ半年ね続く人っていうのも2割だと思いますし、じゃあ半年続いて1年続く人もその中のまた2割ね、で1年続いても2年続く人は実は2割みたいな形でですね、まあ、どんどんみんな脱落をしていくわけなんですね。はい、そんな中ですね、継続をし続けることがですねできれば、まあ当然ですね成果というのも上がっていきます。で私自身もそうですね、やっぱりなかなかですねスタートしてですね半年1年半2年ってね成果が出なかったんですけれども、もう諦めたらそこでね試合終了ね、もうずっとですね我慢ばっかりのですね貧乏生活っていう風にですね思っていたので、諦めることだけはしなかったんですね。なのでやっぱり継続ねし続けた結果、やっぱりねその2割っていう風にですね入っていくことができてですね、今こうやってですね、まあね今のところですねしっかりと成果を上げ続けることができております。なのでですね、ぜひですね今回28の法則のですね2割をね意識しようっていうことをお話しましたけれども、ぜひですねそんな、気持ちでですねしっかりとですね成果をね、上げていっていただければなというふうに思っております。ではですね今回は以上となります。ありがとうございました。